完成で、さらに美しい作品となる分別水は心が癒されます。これからも人に喜ばれる作品を作ってまいります。
38番柴田くるみです。私は最近見つけとなどを習い始めたところです。年齢を言い訳にせず、これからも新しいことにチャレンジしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆様本当にありがとうございました。